日本岐阜県多治見市笠原町笠原町は岐阜県多治見市の町名及びかつて岐阜県都紀郡に存在した町。郵便番号は507-0901。面積は13.45平方キロメートル。多治見市の南東部に位置する。北西に多治見市滝旅町、道市市の倉町、東に岐阜県都紀市、南に愛知県瀬戸市とそれぞれ隣接する。 北東部一帯は大地上で工場や住宅地が多い。町の中心部では笠原川が北西に流れ、その沿岸に水田や住宅地などが集中する。2018年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ここでは1951年に廃止した笠原町を笠原町2006年に廃止した笠原町を 笠原町とする。洋業の町として知られ、身の焼き、モザイクタイルの生産で有名である。大正から昭和にかけて、洋業関係の産業が主体で、機械化により、陶磁器の輸出が盛んであった。昭和初期に、洋業関係の工場は、企業整備された。第二次世界大戦中、工場では、休業状態であったが、その後1950年代に入ると、 モザイクタイルの生産が発達し、町内でタイル工場が過半数を占めるに至った。現在でも旧笠原町地区のみで、モザイクタイルの生産量は日本一である。1927年、東濃鉄道笠原線が田地見駅と笠原駅間で開通した。1978年、笠原線は廃線となった。一般国道では東海環状自動車道が 町内の南東部を通っているが、インターチェンジ等はない。笠原潮見の森、ありがとうございます。